皆さんこんにちは、 D ドライブのゆきです。せいじです。 D ドライブがセカンドアルバムダイナモーティブを8月26日にマーシャルレコーズからリリースしました。やったー、セカンドアルバムです。ありがとうございます。では今回はですね、はい、そのダイナモーティブをレコーディングした時のギターとか機材、うん、そして最近お気に入りの楽器なんかも紹介したいと思います。はい、はい、では僕の機材から紹介していきたいと思います。まずはギターなんですけど、 ESP のスナッパー、まあこれ僕のモデルで、いろいろ市販のレギュラー品のスナッパーとは違うところがたくさんあるんですけど、このモデルで、まあいつもライブでもメインで使用してるんですけど、今回の、ダイナモーティブっていうアルバムでもレギュラーチューニングの曲は主にこのギターを使用しました。まあ特徴としては、まあ見た目ね、リバースヘッドですごく目立つような形になってるんですけど、で前回ここにねサスティニアックがついてたんですけど、ちょっとねあの事情があって、普通のピックアップに戻しました。でこれは、メイプルトップの裏がマホガニバックになってます。とってもタイトな音がして、もうずっとそうですね、もうこれもう結構長い間使ってるんですけど、ライブではもうずっとレギュラーはこれを弾いてますね。じゃあ、ドロップ D のねギターを紹介したいと思います。はい、ドロップ D は主に、この、僕が ESP さんとエンドスさせてもらって、一番最初に選んだギターなんですけど、まあこれもスナッパーなんですが、普通のあの、レギュラー品のスナッパーを僕の好みにカスタマイズしてもらったものなんですけど、すごくね、なんていうかな、温かい音がするっていうか、ちょっとこっちとはね、音が変わってくるんですけど、ふくよかな感じの音がします。で、とっても気に入ってます。あの、サウンド的にはこれが実は一番愛着があるんですね。一番古く使ってるので、このギターが、あの、レコーディングでもドロップキーは全部このギターで弾いてます。まあ、これはサスティニアックが付いてまして、このスイッチで、まあ、ロングサスティンが得られるっていうのが特徴です。はい、それからですね、今回、7弦ギターも使ってるんですけど、まあ、D ドライブ自体7弦ギター、最近使い始めたんですね。レコーディングでも、あの、もちろん7弦ギター使ったんですけど、レコーディングで使った7弦ギターは実はこれじゃないんですよ。今ちょっとないんですけど、E2 のホライゾンを使いました。で、現在、主にメインでライブなんかで使用しているのが、このロアクローっていうメーカーなんですけど、これは ESP 製ではなくて、ESP の楽器店さんのオリジナルということで販売されているものです。これは特徴としてはこの、アームがない。D ドライブにしては珍しいんですけど、アームを使用してないので、あの、チューニング的にはすごくね、度安定なんですよ。で、7弦ってすごいやっぱチューニングがシビアになってきまして、レコーディングでもすごい勉強になったんですけど、とってもね、シビアで難しかったんですよ、レコーディングするのが。ピッチの問題でね。でもこの、アームなしハードテールにすることによって、すごい安心して使える7弦となっています。これも最近のお気に入りですね。はい、次はこのギターを紹介したいと思います。LTD なんですけど、まあ、ESP さんのギターで、はあるんですが、主にこう輸出ですね。アメリカなどで売られている、ブランドになります。日本でもね、まあ、手に入るんですけど、そんなに数多く揃えてないと思います。で、このギターの出会いは、2020年にアメリカのナムショーに、D ドライブでデモ演奏をしに行った時に、どうしてもこうチューニング違いのギターが必要になりまして、で、現地でね、あの、出展されていた ESP さん、LA の ESP さんにお借りしたんですね。で、その時はドロップ D としてチューニング合わせてもらって使用したんですけど、すごい良かったんですよ。これ何めちゃくちゃいいんですけどっていうのを、あの、使い終わってから ESP のスタッフさんに伝えたところ、後日ね、あの、なんとこれ送ってきてくださったんですよ。あの、気に入ってたんでということで。で、この前のライブでもね、使ったんですけど、結構メイン的に使ってみたら、すごく元気のある音で、これね、あの、重量すごい重いんですよ。で、重いからなのかもしれないですけど、すごい締まった音で、で、タイトなパンチのある音が特徴かな。なんせすごい元気です。はい。なので、これからもね、これも結構ライブで使っていこうかなと思います。はい、次はね、アンプなんですけど、アンプはね、この、マーシャルですね。でもこれは結構珍しいと思うんですね。あの、皆さん見たことないと思うんですけど、実は中身はね、どこにでもあるような、スタジオに置いてあるような、マーシャルの JVM410 なんですよ、これ。中身一緒です。
でも見た目が違うのは、これはね、あの僕のあのオーダーというかリクエストでオールドルックにしてもらったんですね。なんとね、マーシャルの社長ジョナサン・エラリーさんが僕のために作ってくださったんですけど、キャビネットも同じデザインでこう、EC っていうね、こうフレットクロスが貼ってあるんですけど、こういう仕様になって、今は、メインで使ってるのはこの B キャビの方です。で、実は A キャビも作ってもらってるんで、3段積みにすることはできるのですが、まあ主に2段で使ってます。で、スピーカーはセレッションのグリーンパックというやつですね。一発が 25W で4発あるので、4発こう頑張って 100W 出してる感じがちょうどいい歪みになるって感じなんですよ。で、これはマーシャルの2000の時から僕はこの組み合わせを使ってるんですけど、キャビネットはグリーンバックが大好きでずっと使用します。で、今回もその組み合わせで使ってます。はい、では次は足元の機材を紹介したいと思います。はい、ではエフェクターを紹介したいと思います。まずはですね、順番に紹介していこうと思うんですけど、まずはこのこれですね、ライムトーンオーディオさんの、ジャンクションボックス。これはもうご覧の通り、このインプットアウトプットジャックがたくさんついてるんですけど、まあ、これ効率よくね、こう、エフェクターボードをまとめるためにすごく便利です。で、また性能も良くて、劣化もほぼありません。とても優秀で、耐久性も優れてます。で、こっからですね、最近実はね、機材ちょっとコロコロ変わってるんですけど、まず最初に、この、アイバニズの TS9 ですね。チューブスクリーマーに行きます。これ、レコーディングの時は実はね、TDCU さんの、蓋を使ってるんですけど、つい最近この、チューブスクリーマーを使い始めました。で、その後にですね、このエヴァ電子さんの、これちょっとマニアックなんですけど、スタビライザーっていうのに入ってます。で、これは何かっていうと、インピーダンスを揃えたりとか、まあ、信号ですね。電気信号で、位相とかそういうのがあるんですけど、で、それを清掃にしたりということができる装置なんです。すごいマニアックなんですけど、まあ、ここに入りまして、で、こっから、やっとなんですけど、GT 線。まあ、ここがほとんど、メインに使ってます。この GT 線、ボスの GT 線に入ります。で、実はですね、主に歪み系っていうのは、マーシャルのみで作ってます。GT 線の中に入ってる歪みは普段使ってません。はい。で、本当にソロの一部でこのアイバーズのチューブスクリーマーをかけるんですけど、まあ、これも使わないこともよくあります。じゃあ GT 線は何で使ってるかっていうと、まず JVM のアンプの切り替えプログラムをしたりすることに使っていて、で、例えばグリーンチャンネルにした時に同時に、ディレイやコーラスや、で、そういった空間系が主にこの中で同時にかかるという風に、してます。あとはまあ飛び道具系、ワウであるとかフランジャーであるとか、そういうのに使ってます。そして、ノイズゲートも入ってるので、これも同時にかけてます。で、接続方法は4ケーブルメソッドっていう、まあ、これも結構マニアックかもしれないですけど、接続をしてます。で、実はその4ケーブルメソッドにもこういうエヴァ電子さんのスタビライザーがすごい有効になってきまして、音が蘇るっていうかね、すごい元気になりました。で、あとはフリーザートーンさんの、まあ、電源ですね。ここで 9V 電源を取ったり、まあ、100V の電源を取ったりしてます。で、主にそんなところですかね。あとこれですね、このボスのフットスイッチ、これなぜ何をするために、置いてあるかと言いますと、実はこの GT 線のバンク切り替え、ここについてるんですけど、ここをね、僕ブーツを履いて演奏することが多くてですね、1番を踏むときに例えば一緒にバンクスイッチを踏んじゃったとかよくあるんですよ。で、そういう、誤作動を防止するためにここはねオフにしてて、で、代わりにこの外部に、設置したフットスイッチでバンクを切り替えてるっていう使い方をしてます。で、これらをまとめてアルモアのエフェクターボードにまとめてます。で、見ても分かる通り、ケーブルは、すべて EX プロさん。で、ここだけね、プロビデンスさんの、これはステレオケーブルになってます。これ、フットスイッチを切り替えるためのケーブルになってます。はい、主にこんな感じです。では、私のギターを紹介したいと思います。まずですね、こちらの
ESP のホライゾン3なんですけど、シェイプはね、レギュラーモデルのホライゾン3と一緒で、あと、もう材から各パーツなどは私が指定してカスタムで1本作っていただいたものです。で、ここに私のイニシャルと青いバラのロゴが入っていたりですね、まあ、この LED がついたりと、まあ、ちょっと派手めなギターになってるんですけど、ダイナモーティブは結構このギターをメロディーとかソロもメインで使用しました。次のギターなんですけど、はい。こちらホライゾン3、こちらもね、ESP さんのホライゾン3なんですけど、これは元々がレギュラーモデルのホライゾン3をちょっとね、改造していただいたという感じで、まあ、先ほどと同じようにここにロゴを入れてもらったりですね、まあ、ここで、このトーンのノブでタップができるようにしていただいたりとか、このスイッチの位置をちょっとずらして、ここにキルスイッチをね、つけていただいたりとかした一本になってます。で、このギターはですね、ダイナモーティブでは、ユーミンとか、ラナウェイボーイを弾いた時にメロディーとかソロで使用したギターになります。では次のギター行ってみましょう。はい。こちら、7弦のギターなんですけど、こちらはね、E2 の M27 という、ちょっと渋めなね、かっこいい7弦ギターになります。で、D のライブはダイナモーティブで Be Yourself という曲と、Breakout という曲で7弦のギターをね、使ってるんですけど、基本的に7弦のリフとかバッキングとかを弾いたのがこのギターですね。結構ね、太いサウンドが出て、それでいて弾きやすいって感じのギターで、結構最近ライブでもバリバリ使わせてもらってます。続きまして、こちらはエドワーズの V なんですけど、こっちもね、ライブでも結構使わせてもらってて、ドロップ D のね、曲を演奏するときに結構使ってるんですけど、これもね、結構私ほんとスイッチの位置を気にするタイプの人間で、このボリュームとか、このスイッチの位置も、ちょっとレギュラーモデルとは変えて、はい、いただいたものになります。で、結構この、音の評判が良くてですね、エンジニアさんとか PA さんとかにも、この V 音いいねって結構、はい、言っていただける一本です。で、このフライング V はですね、ダイナモーティブの中では、ゲットアウェイという曲があるんですけど、それがドロップ D の曲で、そのゲットアウェイのリフとかバッキングをこのフライング V で弾きました。で、続いてはですね、アンプの紹介なんですけれども、まあ、見た目がね、かなりインパクト大な、ちょっと主張激しめなアンプでございますけれども、こちらもですね、マーシャルレコーズからデビューするときに、マーシャルの社長のジョンが、作ってくれるということでですね、ちょっとまあ見たらわかるかなと思うんですけど、私のこのギターのロゴとお揃いのデザインになってるわけなんですよ。で、このね、ロゴは私、イニシャルの Y が入ってるんですけど、その Y が Y じゃなくてマーシャルになってるというようなデザインになっております。白いマーシャルにこの青いバラが入ってるということでね、結構自分でもお気に入りのデザインで、本当に来た時はめちゃめちゃ嬉しかったです。で、こちらもですね、中身自体はマーシャルの JVM410H というアンプなんですね。で、ライブでももちろんこのアンプをバリバリ使わせてもらってまして、で、レコーディングももちろんこのマーシャルアンプを実際鳴らしてレコーディングしました。で、最近キャビネットは、A キャビも持ってるんですけど、A キャビも使いますし、で、今日は B キャビを持ってきたんですけど、まあ、ライブでは両方使ったりすることもありますし、でもレコーディングの時はこの B キャビを今回は使いました。で、スピーカーのケーブルはコマホケーブルさんのケーブルを使わせてもらってます。では続いては足元の紹介に行きたいと思います。足元の機材はこんな感じなんですけど、実際これがライブで使ってる機材になりましてですね、レコーディングもライブと同じような感じで、はい、こちらの機材を使いました。で、こちらの主に使用しているのが、
ボスの GT1000 というギタープロセッサーですね。こちらはもうライブでは基本的にアンプ、マーシャルのアンプで歪み、クリーンサウンド、クランチも全部マーシャルのアンプで音を作るんですけど、こちらでノイズゲートをかけたりとか、空間系かけたりとか、まあ、オクターバーかけたりとか、そういう感じですね。ワンも使ったりとか、そういう感じで使っております。で、レコーディングの時はですね、まあ、空間系は後からかけたので、ノイズゲートを使用したりですね、そういう感じで使いました。で、こちら。これはですね、TDCU というメーカーさんのマイルドブルース008というオーバードライブなんですけど、こちらをですね、ゲインとかも本当にもうゼロに近いかぐらいで、で、レベルをちょっと上げて、ブースト代わりにしているという感じです。で、この TDCU のこのコンパクトは、基本的に歪みの時に、バッキングもソロも、まあ、基本的にずっとかけっぱなしというような感じですね。でも曲によってはちょっと歪みを減らしたいっていうのもあるので、そういう時はオフにしたりしてます。で、まあ、これはライブでは使用するんですけど、ボスのワイヤレスですね、 WL50 ということで、まあ、これがねトランスミッターになってまして、これをもうギターに差し込むだけで、はい、使えます。これも結構長く使わせていただいてるんですけど、めちゃめちゃ耐久性も良くて、すごい長い間何のトラブルもなく使わせていただいております。で、私ケーブルは EX プロさんの FL シリーズですねを使わせていただいております。で、レコーディングももちろんこの EX プロさんのケーブルで撮らせていただきました。内容的にはこんな感じですかね。なので足元もこんな感じで以上です。皆さん最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。ダイナモーティブはですね、ライブ会場限定版というものがございまして、はい、それは何かと言いますと、うん、ライブ写真とか楽曲解説がついたブックレットが ね、 そうですね、入ってるんですよ。まあ、インストバンドなんで、この楽曲解説ってすごい楽しめますよね。はい、はい、なのでぜひそちらもライブ会場でゲットしていただきたいと思います。はい、ということでですね、リードライブのウェブサイトでライブ情報をチェックしていただきまして、はい、またぜひぜひリードライブのライブに遊びに来てください。お待ちしてます。よろしくお願いします。はい、では皆さん、ヤングギターもぜひぜひご覧ください。ありがとうございました。ありがとうございました。